はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使った無課金攻略よいしょ、限界突破ということで、今回はねイザナ完成していきましょう。完成といってもレベルは上げてないんだけどね、限界突破10までねやって、さらにねちょうどよく松の千冬さんが出てるんですが、110回まで頑張りました。12ね、あと6個元気ドリンクあるんで、さらに倍率ドンじゃないんですけど、元気ドリンクもう1個7個、ちょっとね、本当はね、もう1個あったんだけど、なんか寝ぼけて間違えて使っちゃったんだよな。8個ね、あるんで、あ、9個あるか。いいね。今回これで、元気ドリンクもね、50個は参加で落ちたと思うんだけど、ちょっと一応、どっかで集計はコメント欄に載せようと思いますが、はい。9やって、イザナ完成させてね、はい、で限界突破10も完成させて、めでたしめでたしでね、参加使った無課金コレク無事終わらせたいと思います。一応ねイザナ今回、まあ私のサブアカがね、2回目でドロップ、うまいこと封印ね4つでいけたんですけど、まあ今回割と落ちやすいんでね、10突10限界突破ね、必殺技が超強いんでね、で、ライコブシニャンを使って、この、見やすくしたつもりなんですけど、やっぱりあんまり、見にくいな。まあ、こんな感じでね、一応このマイキーさんをね、見やすくしてやって、高速周回してるつもりなんですけどね。はい、私はこのやり方でやってますが、もっといいやり方あったらね、まあ、といっても、動画出してる頃には多分限界突破終わってると思うので、はい、限界突破10と12でね、イザナをね完成させて無事無課金攻略終わりたいと思います。はい、じゃあ今回よろしくお願いします。はい、これで2凸かっていう感じで、あと8回頑張っておきます。はい、友達が勝利ということで来ましたね。そしたら12やっちゃいましょう。まだちょっと限界突破ね全部できてないんですけど、あ、そっか、総長これでゲットできるんだな。12がね、なんだっけ、あ、9個ねあるんで、まあほとんどこのアカウントだけでやれると思うんでね。はい、じゃあまあちょっと一発だけお見せしましょうか、せっかくなんでね。いやー、今回、まあ、フレンドさんのお助けもあり、ガシャ運もあり、まあコラボだからね。あー、失敗した。さあ、ミッション、こっから、あ、こっから特攻じゃねえ。あ、これで来てほしかったな。まあでもね、3番目のアカウントでなんと30万ダメージが完成されましたね。このミッションがね、3回来たんですよ。あ、これでミッション来なかったか。3回来たら30万円来ましたね、誰かね。あー、また失敗だ。なんか気負ってますかね。もったいない、15万ぐらい行くのにな。そこまで行かねえか。でもね、こうやってね失敗するとミッションがパッて来てくれるんですよね。これも失敗だ。火力が2だ、20万ぐらいか。ちょっと勇ましの火力がね、イザナいる分減っちゃってるんですけど、あー、ちょっと失敗が響いたな。20万軽くなかったですけど、まあ、まあまあまあ、こんな感じで攻略やってきました。まあ正直 Y ポイント稼ぎした方がいいからな。どっかで銃削りたくさんやりたいかなと思ってます。はい、じゃあ最後、あとはね最後ちょっと倒すとこだけお見せします。9個ある、8個か、9個ありますね。はい、そしたらね、刻んでね、9回刻めたかな、10回、10のやつをね9回ぐらいできましたね。いいね、 Y ポイントも4500超えて、まあでも今倒せてるからもう追加で、次 ZZ 以上確定だけどね、まあいっかなって感じかな。はい、ということで111回、すごいね。元気ドリンク3個残ったから6個でいけましたね。5回フルパワーで2回分はね、最初はね、
元気ドリンクってスタミナマックスの状態やったんで、まあ、9発だよね、7発だよね。そのうち5発はフルで2発分はね、刻んでやりましたと。なんで6個でいけるねということで、まあ、ハイターにはいっか、ゲットして、で S の人ね、総長、あ、総長やってなかったな。でスキルゲットして、いやー無課金、今回は12、3赤12多分いけるかな。でイザナもゲットしましたと。で限界突破はもうちょっとでできるんですけど、先にね、あ、でもなんかこれ最後にこれで完成ってやりたいかな。なんかでも忘れそうなんだよな、動画でな。はい、なんで一応これで、マイキーさんがスキル2解放、そしてイザナもね、これでスキル2解放ですね。これ復活スキルだからめっちゃありがたいんだよね。という感じで、じゃあ最後ね、限界突破して完全攻略ねして終わりにしましょう。元気ドリンクはまだ残ってるので、まあ、もしかしたら3番目のアカウントが足りなかったらお助けしてあげようかなと思ってますね。ワイポイントも1万は行きたいかな。でガシャがやった方がいいのかな。スタンプが一応あるんで ZZ 確定なんでちょっと迷ってますね。これは最後考えましょう。じゃあちょっと限界突破やっちゃいます。はい、消費札とともにイザナね、急突まで来ましたね。はい、そしたらラスト一発で決めろよ。さあ行きましょう。まあ一発でゲットできなかった。まあそりゃそうだね。はい、いやウニが80になってるんだよな。そう、たまにウニやってたんだよな俺、切らしてて。いやーなんかよく2番目のアカウント2回ドロップしたな今回。ホントラッキーだったな。V4 倒すのね、30分に2回しか倒せなかった。V5 はね楽勝だね。はい、というわけでゲットとなりました。結局スキルの書が1冊しか落ちなかったな。うん、いざなゲットということでね、10凸マックス、また10凸できました。特に今回のねイザナはとっても強いので非常に嬉しいですね。一応はじきは、うん、112回まで終わってて、スキル2はね S の書はもうぶっ込んでおります。研究リングもね3個余ったんで、まあまあよかったかな。はい、でまあミッションもね、うん、ほとんど終わって、あ、ドラケンのやってなかったね。こういうのをちょっと忘れずにやっといて。はい、ということでイザナさん10凸。まあレベル上げはねまたちょっと横取りイベントとか来た時にワイポイント稼ぎながらねレベル上げやりたいと思いますが、もう復活のスキル10凸ね嬉しいね。はい、ということで必殺技もね超強い4つデカブに作るなんで、まあね第1弾マイキーさんとね合わせて非常に良かったなと思います。ほとんどラストチャンスガシャでねゲットしたんで、ラストチャンス様々かな。はい、じゃあ今回はこんな感じします。ありがとうございました。無課金攻略、あ、拡張様いたね、無事終わりました。ラストチャンス4日間が大きかったね。ありがとうございました。さあマイキー出るかな。 ZZ 確定、 ZZ 以上か。さあなんか金らしいけど虹が来ました。止まればマイキーかな。いくよ。あー相棒だった。でも金がまだある。おれ来たんじゃないのこれ。来ちゃった、トリプル来ました。これで3番目のアカウントもいけんなこれ。じゃあ全部開けます。
なるほどね。